世話になります。アウスレーズメカニックのシシです。こんにちは。この辺に入り山販売者レベル新入り新入り、今回はメルセデスベンツ W213、 現行の E クラスの前期型だね。ウェイ E200 のアバンギャルドレザーエクスクルーシブパッケージ付き、うん、ですね。213です、ついに。はい、何気に僕ここ入ってからは初めてじゃないかな。お客さんは3、4人おるけど、うん、こちらに来たのは初めてよ。新入りね、うん、販売者としてはね初めて。ちなみに僕半年ぐらいでオーナーしましたから。おお、詳しいですよ。あら、ちゅうわけでね、E クラスなんでメッキがね、うん、枠があって、もちろんディストロニックなんで模型面、グリルがつきます。で360度カメラつきなんで、カメラいいなあって、グリルは日本船タイプ、うん、このグリルをあのダイヤモンドグリル、あの新の後期みたいなキラキラのやつに変えるとかっこいい。そうだ ね、 ね、俺そっちの方が好きなんだ。なんでなんかこの日本ラインちょっと古く見えるよね。実際古いもんね。もう今普通の C とかさ、普通のやつがあのダイヤモンドになっちゃった。変えようか、うん、変えたいね、ここはねでヘッドライトはマルチビームヘッドライトって言って、何がマルチビームって、この中に84個 LED が入ってる、うん、ドエレ入っとるやん。それでそれをつけたり消したりして周りの、あ、はいはいはい、ここ明るくしたい、そう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 、ここ暗くみたいな、わーみたいなやつ、ね、それを84個ずつ、いやで84が画素とも言える、画素数みたいな。へえ。現行の S クラスは130万画素か、130万、うん、うん、ほぼアニメーションみたいにアニメ映画を、うん、映し出しとるぐらいの、ヘッドライトでプロジェクターとして映し出せる、実際。ああ、そのぐらいの機能、すごい怖っ。デジタルヘッドライトっていうのになったのね。はあ、それの走りがこれ、これめちゃめちゃ明るいし十分よ、これ私乗っとったけどめちゃめちゃ明るいよ。あ、すごいよ、本当に前の車がおると、うん、そこだけ全部あとハイビーム、うん、前の車のところだけスコーンって、うんうんうん、くっきり見えるよそこが。逆にね、それがうわすごってなって特にね、ちょっと曇っとったりガスっとるとこ走ると、ここがこう光通っとるやなっていうのが全部 見える。確かに、めちゃめちゃすげえと思って、これを実現させとるのがあの2つのカメラね。へえ。ラッシュファンクションカメラで、あそこで見とるの。そうそう、前に。あそこだからいろんなことやってるよね。前の車との車間距離測ったりもしとるし、うん、あのカメラで標識、道路標識アシストの見とるし、結構いろんなことやってる。お利口さんやね。めちゃめちゃ高いよ、ここは。確かに。ゾッとするね。でね、この前回りの話に戻ると、ガッと開いたこのラインにメッキモールね、うん、ここのメッキがちょっといいアクセントになって、そこはメッキのやつとかもあるね。カバーみんなつけたがるね。あ、カバーなんや、うん、へ、自分のにもカバーついてる。あ、そうなんや、うん、へーとか言ってここが本来ここがメッキになると、うん、E43 って AMG のやつはここメッキのはず。へえ。ここがメッキになって、ここにね、なんかフィンがつく。フィン、なんか蓋みたいなさ。あー、なんか見たことあるかもしれん。それでダイヤモンドグリルになるといいやつ。ふむふむって感じかな。外装色は799、うん、ダイヤモンドホワイト。さっきと一緒。ちなみに今回入ってきた3台全部799。799好きなんやね。全部ダイヤモンドホワイト、びっくりした。あ、全部なんや。これうちがさ、うん、ここにおったらうちハイビーム眩しくない？眩しいと思う。え？そんな別に認識もせんと思う。あ、無視？私のことは無視。
嫌なやつ。じゃあ電気マンいい。はーい。はーい。はい。ちゃんと眩しいんやけど。おお。ああ。おお、すげえ。目ん玉ぐるぐるしとった。そういう風に見えるね。目玉ギュルンってなっとったよ。これが初期化されるよね。あとね、光軸、まあ全然関係ない話、うん、車検とかで光軸とか合わせるときはこのボンネット半開きの状態にしんとカットラインが出ませんっていう、多分何にもわからなかったよ。ああ、カットラインとは、あの要は、まあ、車検で特に必要になるエルボー点っていう、ここでヘッドライトの明かりの強さを測ってくださいよみたいな基準があって、はあ、それがもう今さ、オートでさ、すげえいろんな形に合わせちゃうので、うんうん、その基準となるところがないの。確かに。開けると、セーブモードになって、ヘッドライトも。へえ。そういうモードになって、うん、ちゃんと調整するとき用のモードとして、ちゃんとそれが通知されるようになってます、はい、よく見るとわかるんだけど、うん、横青い、ね、あ、青い、ね、おお。この横、はいはい、かっけえな。めちゃめちゃかっこいいよね、うん、ちゃんとね、マルチビームって書いてあるしね、ここに。かっけえ。メルセデスベンツ光っちゃってるよね、ついに、うん、書くだけじゃ飽き足らず、うん、最初今の C クラスとかは多分もう鳴らんないけど、一時期のベンツって鍵開けた時ここ一瞬青色に光る。青色に、うん、青に光った後に白に変わるっていうのが、これも確かあったんですよ、よく見とって、うん。お、光った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 。うぃー。一瞬青色に光る。うん。ね、別で紹介した C218 の後期、CLS220D、ちょっと前に動画撮ったよね。白色のやつ。あれも光る、青色。へぇー。C、A クラスとかそこら辺も光る。最近のやつはまた光らんくなる。なんで？白色だけ。いる？これって。まあ、というわけで横へ回りましょう。横へ回るともうおなじみのドアミラーのデザイン、最近のね、最新じゃない、もう一世代前になっちゃったね。へえ、そうなんや、うん、今はねまっすぐになったね、また、うん、むず、もうね、わからん、覚えきれない。でカメラがついて、いいな。ホイールがね、19インチです。純正？これ純正のホイール。うーん。245/40/19 で、試験21257の CLS とかと同じサイズ。になった。すごい洗いやすいよ、このホイール。洗いやすいな。でもちここが嫌い、この後ろ。へこん、一段へこんどるとかね。毎回俺手で洗っちゃう。水かけながらこうやってそこだけが気になるね。あとは洗いやすいんやけどね。で、このぐらいの世代になってくると、うん、さっきの S クラス221とか218の頃に比べると丸みを帯びたデザインで、うん、そこまでくっきりとしたラインは最低限にしましょうっていうデザインコンセプトに変わる。だからさっきの S とかあっちの CLS みたいな、うんうん、いっぱいラインエッジの効いたラインがいっぱいあるっていうよりかは、これになるともう上と下に1本ずつだけ、あとは全てが、ま、丸い滑らかなラインでにしましょうよっていうことで、へそういう風に変わった、
感じですね。後ろが275/35/19 かな。で、純正であればランフラットですね。ランフラットだね。めちゃめちゃ組みづらいの。そうなの？こんなペラペラのランフラットやから。あー、家庭ってなる。マジで綺麗な、破っちゃいそう。ね、本当にそう。ちょっとここが分厚くなって、そういうの。あー、それは思ったかも。メッキモールが、上も下もちょっと太めのメッキモールになって、うん、後ろに回るとこう、また端から端までメッキがバッとつながって、うん、この頃はセダンはテール縦、縦？クーペは横っていう住み分けされてる。縦 C クラスもこういう形やね、うん、で S クラスもこういう形、うん、でも C のワゴンとか E のワゴンとか S のクーペとか、ああそういうことね。そうそうそう、うん、デザインとして、うーん、マフラーはまだ前期やで、ね、うん、本物見ておるわ。ただね、僕ね、あんま好きじゃないポイント、このツヤ消しのさ、うん、ここでさ、こうなっとったん今までのやつ、うん、これがさ、ここまで来るの、ほんとや、長っ。すげえ車高高く見えるよ、これ。あー、確かに。バンパーの車が黒いので、うん、ちょっとなーっていう。もちろん、このデザインはサイドステップにつながってますから、へー、このこういう素材ガサガサになってくもんね。そう、真っ白になる、塩塩になる。それがちょっと嫌だね。そうなの。でもこのテールランプのキラキラは好き、かわいい。この E クラスが最初かな、出た時衝撃を受けた。何これ、めちゃめちゃかっこいいと思って。キラキラ、うん、その後に GLA とか、うん、156のコークとか、うん、222のコークとか、238とか、うん、257とか、うん、みんなキラキラになる。へえ。もう今現行は違う。だから、ね、このキラキラも一世代古いデザインになっちゃう。かわいいのに。スタートが早いよね。うん、ね。じゃあちょっと電気回り見てみよう。はーい。スモール。はーい。ブレーキ。はーい。うわ、カメラ出てきた。うん。ギアボール。え？ああ、アンパンマンみたい。で、ミーカー。へえ、そこなんや。ギアボールつけるとシャッターは消えたっけ？どういうこと？このブレーキランプの下が。うん。あ、ほんとや、なんかどっちが消える、なんで？あの、ごっちゃになるというか、もう分かりやすくするために、へ、勝手に消す、下側を消すっていう機能がね、すごっ。で、これさ、ウィンカー全部光らんかった。光った。バックこうやってちっちゃ。同じ所にある。あー、でも中見るとほんとやね。そうそう、おるやろ、ここに。おるね。だから、あのバッグ入れながら鼻をつけたりするとね、やり方面白い。見たい。あ、ほんとや、一応その白いとこも黄色くなっとるわ。そうそう、同じとこから白くなって。なかなかすごいでしょ、これ。うん、いいね。この辺から見るヘッドライトがめちゃくちゃかっこいいんだけど。キラでしょう。うん、青も入るんですけど、うん、で、表面のカットがちょっとダイヤモンドみたいな、うん、ここめっちゃいいよ。キラ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 っていう、うん、かっこいいね。これすげえかっこいいの。うん、あの結構お客様に言われるけど、うん、ベンツってあんだけやっぱり動画出回っとるけど壊れるでしょ。結構言われるけど、僕の肌感覚的には一番壊れんメルセデス。特にあの細々としたことはやっぱあるよ、うん、警告がなんか出るとか、うん、あの乗れん、動かんくなるようなトラブルが少ないけど、あ、
オイルがダーダーに持ってまうとか、うん、もうエンジンかからへんとか、うん、演奏してまうとか、そういうトラブルは少ないし、だから信用できるっていう声もやっぱいただくし、うん、そういう意味でもおすすめだし、これこんだけ機能ついとって、これ一番出始め世界で一番自動運転に近い車と、へえ、これパーキングパイロット機能もついてるから、ピー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 兄弟だからバック入れて、うん、ちゃんとそういうボタンがあって、あー P のやつ、 P にこうピッピッピッってそれですか、自動で全部アクセルもブレーキもハンドルもそれねシフトも操作しんで、使ってみたいって思ったんやけど怖くて使えんのやって、めちゃめちゃ怖いし、うん、あとね実際僕試したことあるけど、うん、自分で止めた方が数十倍速いあとはもう一個特徴的なのは、もう今みんなついとるけど、うん、リモートパーキングついてなのがこれ最初。何それ、車から降りてスマホ操作で駐車してる、うん、怖いよ、うん、っていうのがこれが初めて搭載されて、今もみんなついとる、そうなの、使わないでって自分で止めた方が早いし安全、マジで何かあった時にそれこそスマートフォンをその場合の効率、誰が運転手の確かに効率はスマートフォンを操作する人が運転手だから、はいはい、例えば遊びで子供に渡して子供がやったらその子が無免許運転、確かに怖い怖い、酒飲んだ状態でやったらこれで飲酒運転、っていうルールが適用されるから、あ、まあ、自分で止めた方が早いよね、そうだね、安全だしね、あっていう感じの車で、でもね最近ね値段がすごいこなれてきて、うん、で初期トラブルもだいぶまあ解決もされたし、うん、そもそもそんなに上級な装備もついてないの、うん、例えば C やとさ C200 とか 220D やとエアサスになるじゃん、うん、これ普通のコイルサスだし、へえ、それも壊れたりって心配がないから、うん、だからこっちの方がおすすめかな僕は、うん、熱くなっちゃったね、そうやね、というわけで、はい、外装編以上となります、はい、最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。またチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。します。じゃあねー。